本学では開学の初年度から高機能シミュレーターを用いたシミュレーション教育を実施しております。いろんなシミュレーションっていうとロールプレイングですとか VR ですとかいろいろなものはあるんですけれども、それだけではなくって本当に臨地実習、病院の実習に行ったような場面を再現できるようなバイタルサインが表示されるようなシミュレーターですとか、あとは顔色が変わったりですとか、あと会話ができるような高機能のロボットを使って実施しています。2022年度からは新カリキュラムになっておりまして、それまでは授業の一部としてシミュレーション教育を実施していたんですけれども、カリキュラムの中にシミュレーション科目というものがありまして、1年の秋学期から毎学期実施するというカリキュラムに変更になっています。かなり充実してきているなというふうに思っております。主にシミュレーションの授業については3つのパートに分かれています。で、最初にブリーフィングセッションと申しまして、最初のその患者さんの背景ですとか、あと場面の説明ですとか、そういうものが教員の方から話されます。まあ、それ以前にも事前学習とかで課題が課されることもあります。それを確認した上で次の2番目のシミュレーションセッション、実際に実施をするというセッションに入っていきます。でその中では看護師役を決めて、学生ですので1人ということでなくて、2人ということもあるんですけれども、1人か2人看護師役を決めて、その人がシミュレーション室に入って実際その高機能シミュレーターと、関わりながら、患者さんですけれどもと関わりながら援助をするというセッションになります。シミュレーションセッションが終わりましたら元の部屋に戻りますが、3番目のディブリーフィングセッションになります。ディブリーフィングセッションではここが実は一番重要なセッションでして、実際に実施したことがどういう意味があったのかとか、あとはうまくいく場合、いかなかった場合っていうのもあると思うんですけれども、それをどうしてうまくいったのか、どうしてうまくいかなかったのか、さらにいい援助にするためにはどうしていったらいいのかというところを振り返って、みんなからいろんな人から助言をいただきながら、さらにいい援助を目指すというためのディブリーフィングセッションになります。そのような形で進んでいきまして、場合によってはまたそのディブリーフィングセッションを踏まえた上で次のシミュレーションセッションを実施することもあります。大学に入って看護の道を目指されてきた学生はやはり患者さんの前に立つとすごく緊張しますし、患者さんを大切にしなければいけないという思いは強いと思います。ですがやっぱり今は患者さんの権利をとても守っていかなければいけないので、臨地で行えないこともあります。例えば注射を学生がするとか、そういうことも行えないこともありますが、逆に学内でシミュレーションでしっかりその辺のことや臨地でできなかったところを身につけていただいて、ぜひ現場で自信を持って看護師として働いていけるように成長していただけたら嬉しいなというふうに思っています。はい、私がシミュレーション教育が充実していると思う点は、実際の患者さんと同じようにバイタルサインを測ることができることだと思います。またその自分たちがやった援助に対しても患者さんのバイタルサインがすごく変化するので、この援助は良かったのかなとかダメだったのかなということを実際に肌を感じて学ぶことができます。また私はコロナ禍の影響で実際に病院の方に実習することがまだできていないんですが、このシミュレーション教育のおかげで実際の患者さんと触れ合っているようなことを学ぶことができています。またこれから9月から実習が始まるので、今習った援助を生かして9月の実習に向けて頑張ってきたらなっていうふうに思っています。
シミュレーション室では実際の病院のような状態で行っているので、頭が真っ白になってしまったり、自分が行っていることが本当にこれで合っているのか不安に感じてしまうこともあるんですけれども、デブリーフィングを行う部屋で学生が見てくれていて、自分が行っていることをメモしてくれたりしているので、それを実際にデブリーフィングのお部屋に戻った時に見て、自分がやったことが本当にこれで良かったのかなって思ったり、あとは学生が良かった点を指摘してくれるので、なんか自分の行ったことにとても自信を持つことができています。また改善点も言ってくれるので、次自分が行うときにどのようなことに気をつけてやればいいのかっていうことを学ぶことができています。本学には100体ほどのモデル人形とかシミュレーターがございます。こちらにあるような、一郎君といって肺の音や心臓の音を確認できる、正常音から異常音まで確認できるようなシミュレーターもありますし、あとはお体を拭いたりとか、あと洗髪、頭を洗ったりとか、そういうモデル人形もあります。あとは全身状態が分かるような機能のものもありますし、赤ちゃんのバイタルサインを測るような機器もあります。はい、私は高校生の頃すごく進路に悩んで、最終的には看護という道を選択しました。勉強は大変ですが、同級生や先生方たちとともに毎日勉強を頑張って楽しく学校生活を送れています。私は看護の道に進むことに少し不安があったのですが、大学に入学して心強い仲間と先生とともに勉強を頑張っています。ぜひ看護の道でお待ちしています。看護は赤ちゃんから高齢者まで、病気の方から健康な人まで、いろんな方に関われます。聖徳大学でお待ちしています。